芝居企画テコールの今日はあなたがテコリスト第2期。今日はあなたがテコリスト、略して今日テコとは、さまざまな企画とトークをお送りするゆるーいトーク番組です。この番組はハッスル FM キズナステーション 84.0MHz でお送りします。この番組はスポンサーを募集しております。宛先は info@tecall.net 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 でお待ちしております。はい、こんにちは。はい、こんにちは。いやー、今日も元気ですね。イエイエイイエイエイ。もうね、元気だけが取り柄ということでね。そうですよ。今日はあなたがテコリスト87回目。イエーイ !87 回イエイ。というので、いつも忘れがちな、これを先に言おう。よー、言っちゃうもん。よーんつって。言っちゃうよ。言っちゃうよ。誰だかわからないからね。そうですよ。ね、おほん芝居企画テコール、作演主催、そしてこの番組のメインパーソナリティ、AKR です。アシスタントの斉藤優です。はい、よろしくお願いいたします。さあ、というわけで87回目、先週があれですかね、何した？先週もう公園を二人でくまなく散歩しましたよね。うん、で、あれ、あの、久しぶりにあの街の人の声もいただけたり来てましたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もうね、ねえ、もう編集なかなか凝ってますよ私。ああ、もう頑張りました。頑張りました。あ、はい、ありがとうございます。さあ、そんなね、公演ロケからですよ。はい。はい。もう、一週間経ちまして。あ、まあ、早いもんだ。はい。そうなんです。その公演ロケで、とある方を久しぶりに、なんか、公演でうつくまっていらっしゃったんですね。ああ、いたいた。はい、はい。青いビニールのシートでお家を作って、はい。久しぶりにこう、お見かけしたので、はい。はい。今日、ここまで連れてまいりましたので、はい、はい。紹介させていただいてよろしいでしょうか。もうだって凍えてるからさ。そう、ビニールシートの家で、うん、もうあれからもうこの番組から何ヶ月間か干された後、そういう生活をされてたらしく。何パー、何ラジオを干されると生活までもうやっぱり、いや、やっぱりそういうもんっすよ。もう我々言うてもほら、このラジオで生活が成り立ってる方なので。そうですね、そうですね。はい。というわけで、じゃあ早速、久しぶりにこのコーナー行ってみましょうか。はい。このコーナー！今日のテコリ。はい、どうぞ。はい、どうもビニールシートのとこ伊藤大輔です。イエーイ。おかえり。おかえりなさい。航空記念公園はどうでしたか？いや、もう最高ですよ。本当ですか？寒くて寒くて。寒くて。もう ね、僕記憶にないぐらい寒かったのかな。そうですね。いつぶり？いや、でも本当に久しぶりじゃないですか？うん。去年とかの塊の流れでちょっと入ったことがあったので、もう、それ以来ですよ。だからもう結構開きますね。SF 祭とかの時も特に振られたりとかはないんだっけ？大勢の中にいるのはあります。その他大勢。そうそうそう。そうそう。ただ、なんか一人でっていうのは、本当に前じゃないですか。ねえ。だって、塊前には俺が4週、1ヶ月間一人トークで劇団員紹介をやってたから、それより前ってこと？ああ、そうなりますね。ご無沙汰しております。ありがとうございます。どうですか、元気でした？いや、もうなんかぼちぼちとビニールシート活用しながらやってました。そうだね、もう立派な家をこさえてね、もう初代アシスタントパーソナリティという職を失い、そうだね。ふと思ったんですけど、ね、うん、こうラジオで食えてるってすごいことだと思ったんだけど、うん、なんかすごいね、今皆さんに嘘ついてる感じ。でも夢を与えることは大事だと思うから、それ大丈夫だなっていう、うん、そう、我々なんだろう、目に見える金銭ではなく、はいはいはい、気持ちという面でね、このラジオにはね、もう、うん、あれですから。あれ満たされてね。満たされているから。日々満たされてもいます。これですよ、斉藤さん。この、アシスタント能力。アシスタント能力。これですよって言った時に、こう、満たされてるた。AKR、これ、この言葉出てきてないなっていうのをサッと刺して、ファッと出す。どうですか？この初代のパワー。どうですか？なるほど、勉強させていただきます。本当に？本当に勉強する気ある？あるよ。どうですか、この久しぶりにこの、まあ今
二代目アシスタントパーソナリティとして、はいはい、斉藤優先生が、結構今、爆心中なわけですよ。いやー、やっぱね、いや、でもちょいちょい実は本当聞いてるんですよ。おー、あーそう。っていうのも、はい、気になって気になって、そう、しょうがなくて、いや、そんなことはないんだけど、ね、ないのかい。あきらま、今日は一人でずっと喋ってるけど。なんて聞いてましたよ。ホームページのアップとかね。あ、はいはいはい。これだけの話なんですけど、実は私がやってたり。そうなんです。そうですね。で、初代がね、やってるんですよ。公式のね、そのツイッターのね、はいはい、まあ、アップとかも、うん、まあ、過去ログのアップは主に私が、そうなんです、ね。実はやってたり。うん。だからやっぱり、一言二言書くじゃないですか。そうですね。書いてありますね。そうそう。だから内容を聞かないとやっぱ書けない。ああ。だから内容は聞いてますよ。ねえ、でも本当にお久しぶりだけども。はいはいはい。はい、またあれだね、一緒にこの外ロケとか行きたいね、3人で。ああ、行きたい行きたい。ああ、そうです ね、 ね。ずっと行ってる。言ったらもうすぐ桜がね、綺麗な頃になるわけですから。はい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 。ね、もう花粉症が辛くて桜なんか見てらんねえよ。本当だよ。ほんと、じゃあ全員花粉症ですか？そうなんですよ。やばいっすよね。うん、あれ、行ってんの？もう花粉症です。あ、そうなの？そうです。じゃあもう花見なんてやってる場合じゃないじゃん。そうなんだよ。全然楽しくねえ、そうか。いや、でもやっちゃわないですか、うん、やっちゃう。まあね。見ちゃうね。ね、だって桜綺麗だもん。いいことだ。いいことだ。日本人っぽい。デコール。いやー、どうだった新年会から。新年会から。あの、まあ今年もね、うん、もう年度的にはほら変わる感じなんですか、ね、もうまあね、うん。やっぱでも早いようで、いや実は自分体感的に遅いんですよ。おお。なんか毎日こう。何か違うことをしようってちょっと心がけてて、あ、いいですね。そう、何かプラスアルファちょっと違うことをしようかなみたいな。うん、そうで、それをやろうってこう心がけてから結構ね、こうしっかり、そうそうそう、なんか時間が経つのが振り返ると早いんだけど、うん、でもまあ1週間そんなに早くないなみたいな。あ、うん、確かになんか毎日変わってるって言ってるだけあって、うん、今日も顔ちょっと違いますもんね。顔なんだ。なるほど、どの辺違います？二重にした？二重にね、してないですね。なんでしてないね。してないね。なんでこのタイミングでちょっとおしゃれになろうと思っちゃったの。処理の仕方を考えといてから、そのボケを投げてほしい。うん。そう、伊藤は毎日違うことするっつって、はい、たまに靴履かないで稽古場来たりとかするから。そうだね。ね。今日はどうしたんだろうって思いながらね。新しいなと思いながら。そんなことするから。そう、方向性間違ってるよね、そんなチャレンジの仕方をね。これ、話戻して大丈夫かな？戻しましょう。むしろ戻しましょう。俺逆にね、もう、始まってから、2月ぐらいから、クソ早くてしょうがない。あ、もう、時が経つのが、うん。うん、もう、体感的に今、ある意味だから遅いのかもしれない。もう、6月ぐらいな気持ちなの、今。あ、もう今年の半分が終わったみたいな。終わってる。上半期終わった。上半期終わってるんだけど、パッと見た時に、この前、石井の部屋でも話したんだけども、はいはいはい、パッと気がつくと、あ、まだ2月か、とか3月か、とかいう。ああ、なるほどね。うん。結構、だって忙しくしてますもんね。今ね、正直やばい。まあね、今いいことでしょうけど、本の方がね、本に追われながらの、うん、あともうね、うん、新しく、そうそうそう、講師業とかも始まったじゃない、はいはいはい、これも前話したんだけども、うん、やっぱ新しい環境にまだ体が慣れてないというか、うんうん、だとは単純に締め切りの追われてるというか、そのままね、まあ、ついてくるものですからね、うん、でも充実感はすごいよ最近。ああ、やっぱり、うん。まあ、それだけ書いて達成していくとね。ね、一つやっぱ終わると。うん。そうだよね。違いますよね。で、また次のクール書いたりとか今、やって、合間にその先生やったり、打ち合わせ行ったりとか。はい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 。ねえ、やってるじゃない。ええ。うん。先週がな、体調崩したよね。そこだけちょっと気をつけてほしいけどね、まあ、多少の無理は無理っていうかまあ無茶はしても無理しすぎなければいいなっていうところ、ね、ちょっとで余裕を間違えたの間違えちゃったの余裕なペース配分を間違えたみたいな。そうですね、先月の2月って、はい、先月の2月、はい、うん、もう今3月だから、はい、先月の2月はね、はい、行きましょう。前半割と余裕があったんですよ。ああ、そうなんですね。うん。で、余裕こいてたら、後半詰まったんで。それ、あ、うん、それ宿題をやり、そうですね。8月31日にバタバタやり出した感じ。そういうタイプですよね。
から今度からはあの前半にしっかりやって、はいはい、後半に時間を作ろうと。ああなるほど、そっちに余裕を回そうかな。そうですね。ああいいじゃん。終わってからゆっくりするのがいいんじゃない？いやそれがいいですよね。それがいいと思うよ。もうね早い段階に片付けちゃえばね。そうなんですよ。後から何が予定入るかわからないし。うん、完全に間違えたと思って。まあ体調崩すのはね、ちょっと怖いからね。怖いから、今もう倒れてる時間ないからさ。うん。テコールの核ですから。核。そうですね。うん。でもね、あの。かどっこですか？そう、かどっこですよ。もう、今から20年、30年前ぐらいに、はい、あの、一つの球場を沸かした核ですよ。いや、それ、核源氏さんですよ。そうですね。それ、俺拾えなかったら終わりでしたね。どうも。最後に絶対わかる。球場という文字と核という文字を出せば、絶対伊藤は拾ってくれると思ったこの信頼感はどうなのかっていう。そうですよ。いやー、私にはないものですからね。いや、まあ、それはでも、おのおのな色があっていいと思いますよ。ゆうくんはもう、フリーパスをどれだけ長く続けられるかただひたすらドリブルで蹴り込んでって限界までゴールも分からずにゴールもう投げてる本人もゴール分かってないからそろそろかなみたいな感じでやるっぽいかなってそうね。どうでした？ゆうさん早かったですか？2月。もうだって早かったですもん。だってもう3月ですもん。早かったなって思いますよちょっと何言ってるか分かんないんですけどそういう話をしてるんじゃないですねええ、ゆうさんもしかしてこの 1,2,3 特に何もなかったんですかそんなことはないそんなことはないですよ。そんなことはない、ねね、まさか何もしてなかったわけじゃないですからね、うん、はいはいはい。ほら言ったら、うん、ね、うん、もうまあ5月にね新しいそうですね公演の話も拾ってきたり拾ってきたね拾ってきたっていうかもう奪い取ったみたいなもうあれなのそこら辺ももう情報公開はね、うんもういいよーって OK 出てますもんね。あ、なんだじゃあ言えばいいのに。おっちゃっていいんですか？いやいやそれはもう我々知らないですからね。そうそうそう OK 出てるだったら言えばいいと思います。言えばいいどういうことです？で、ね、いろいろ気遣ってくれたんだね。そうだって私より先にね声がある方がいらっしゃるんですよ。ここにいや、まあ、まあでもそれはさらっと言っといて改めてそう振ってくれれば。そうですか？私がもうバンバンと。あれさじゃあさです、いいですか？はい。いつぐらいに私はやりますってぐらいは言っといていいんじゃないですか？ですか？そうですよ、うん、もちろんどうぞ。はい、ではですね、僭越ながら私の方から、はい、次回斉藤優の出演情報の方をさらっと言わせていただきたいと思います。はい。はい、さらっとね。はい、場所はですね、はい、西日暮里のキーノートシアターというところですね。カラカラやね。花粉のせい花粉のせい分かる俺もカラカラや。キーノートシアター、はい、西日暮里ですかあれは。らしい西日暮里キーノートシアター、うん、さあ、まあ、一回行ったことあるん、うん、もうね、そうだね、かの有名な劇東洋水産のというところにですね出演させていただくことが決定いたしました。おおあ、ありがとうございます。いつですか？なんと、うん、ゴールデンウィークが終わったその翌週ですかね、月末の方なんですね。いや普通月末って言えばいいんじゃないゴールデンウィークだいぶ終わってんじゃん。関係ないよもうそうですね、5月の30日からね、はいはい、6月の3日まで、やってますんで。激動よ水産。はい、もうあそこはね人情劇で有名なところですからね。ということはあれですか、もしかしてかの有名な掛け持ち山田マサルと共演ですか？そうなんです。はぁ、もうデコールでしか絡んだことがないからね。そうだね、まあ言ったら兄さんのホームになるわけですけど。そうですね、もう一つのホームだね。もう楽しみでしょうがない今から。あー、ちょっとまたじゃあ近くなったらまたバンバン宣伝会というかもう稽古場にお邪魔しちゃってもいいかもね。あーなるほど、あなるほどね、うん、ラジオとして強手ことしてね、うん、いいと思いますよ。もう土曜くんはもうあれだから買って知ったらなんとかだからそれ大丈夫、まあ、まあ大丈夫でしょう、行ってバチバチ怒られたの入れたいね。なんで来たんすかとかいうのがちっちゃく稽古はできないあいつ何しに来たんだよとかいう裏のこと。それ周りがどうしているのか分かんないやつ。まあでもなんかさすがに稽古場にお邪魔迷惑だろうから、まあね、でも土曜くんとかも捕まえてね。あ、もう全然もうゲスト室でピチが ねお魚の童謡さんを。そう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 。ピョピョって言ってるからね、いつも。それ違う人ですよ。それはその童謡さんが師匠と崇めてる人だから、そうですね。雑に扱うと本当に怒られる。わかりました。
で、あれでしょ、その前に、はい、この伊藤大輔さんが、そうどうやら、はい、公演があると。そうなんです、はい、今回実は、はい、まあ、久しぶりの多大さん、はい、多団体さんに出演させていただくことが決まりました。はい、おめでとうございます。よかった。いや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 。昨年もそれぐらいの時期だったね。あ、そうだったね。そうだね。なんかこのぐらいの時期がちょうどいいんですよね。だテコールド周期を考えるとこのぐらいになるのかな、まあ、そうだね、確かに。あ、そうかそうか。で、今回の団体さんは、ババン、劇団東京トライアングルさん。おー、あの有名な。そう。そうです。テコールとも親しくお付き合いさせていただきまして。そうですね。そうですね。トライアングルさんで言うと、よくうちに出てくださってる渡辺花江さんが所属されてるところですよね。そうなんですよ。で、ね、かつてには、石井匠が、何回目かの舞台でもお世話になった。そう。ねえ。いや、見に行きましたよ。はい、行った。びっくりしましたね。あの頃はもう、まだまだ。まだまだですよ、彼ら。もう今度はもう満を持して伊藤大輔をよろしくと。そうですね。いやー、もうぶっちゃけ緊張します。石井の次は伊藤大輔と。はいはい。もう稽古は始まってるんですか？は、ね、3月の半ばぐらいからなんで。ああ。そっからぼちぼちこう、稽古回数を増やしていくっていう、そういうタイプの稽古の進行具合ですね。じゃあもう顔合わせなんかはもう。顔合わせはそうですよ、終わってます。どんな雰囲気でした？いやー、ね、自分あんまりその年今までその下っていうのあんまならなかったんですよ、やっぱ年齢的に、顔的にね、顔的に、うん、態度もでかいしね。違う違う違う、そんなことはない。今回の東京トライアングルさんは劇団、はい、自分下から3番目になるんですよ。すごいね。そう、ということはもうベテランさん揃いでございますね。もうだからそういうことか。そういうこと。どういうこと。みんな180センチ以上とかそういうわけではない。それ身長や。今年齢の話や。下から3番目なんですよ。すげえわ、借りる劇場すげえ考えなきゃいけない。怖いわ。超身長劇団さん。そうですね、高身長劇団東京トライアングル。怒られるんだよ。そういうことそういうとこやで。いやいや、そんなことね、そんなわけがない。ごめんなさいね、なんか全然話でしたね今ね。でもトライアングルさんといえば、いつもの、はい、ちょっとコメディタッチの、まあ、現代劇だったりとか、ちょっと、ファンタジー入ったりとか、はいはい、っていうようなお話が多いですね、いつも。そうなんですよ。でも今回もそのコメディをベースにしてるんですけど、うん、なんと、うん、トライアングルさんの、うん、初、オムニバス形式。うおー、超見たい。俺は毎回割と見てるよ、トライアングルさん。いやー、もうね、うん、楽しみに毎回してます、ね。すごい楽しみにしております。オムニバスでって言ったら、うちなんかもね。まあね、うちもショートショートを掲げておりますゆえに。そのプレッシャーがすごいですよ。ショートショートの劇団さんから来た。そうそうそう。ほんと言われるんで。プレッシャーの書き方が、そう、その、もう、渡辺さんがね。ああ、推しで。そう。もう、できるでしょ。これね、ここだけの話、私、うん、実は共演をしたことがなくてですね、渡辺さん。そうか、絡んだこともないの？ないんですよ。あ、ないか。出てもらったテコールの2作品、ライフイズローニングがまだ私で、ね、出てないんで。うん、で、アジネジ。うん。そうそう。アジネジの参加は、私がちょうど、裏方に回ってる。そうだ、そうだ。はぁー。じゃあ、まさかの他劇団での共演になるわけだ。そうなんですよ。おー、姉さんのホームで。そう。だからもう、いろんな、なんだろう、プレッシャーを背負いながら、私でいいのかと思ったら。糸を見せてみろよと。お前のショートを見せてみろと。頑張るしかないでしょ、テコールのね。そうですね。楽しみだよね。でもベテランさんの大先輩方もいっぱいいらっしゃるわけでしょ。その中で5月の8日から。8日から。はい。5月の12日まで。はい、場所は、ファンファーレ。東新宿。あ、東新宿の方なんだ。ここ間違いないと思います。東新宿のファンファーレ。アトリエファンファーレですよね。そうです。アトリエファンファーレ、東。間違えちゃいけない。2つあるんですよ。うん。で、うん、同じ系列のが。で、一つは高円寺にあって、その東新宿の方が元かな？いや、そっちの方が新しくできた。新しいんだ。2017年とか、もう本当に最近できた。あ、そうなんだ。じゃあ、綺麗な小屋で。そうですね。おぉ。まだ、実は行ったことがなくて。ああ、俺も、最近だよね、ちょいちょい名前、お名前を、どっかの団体さんのチラシとかで。ああ、そうそうそう、公演やりましたとか、どこでやりますとか。そっちが新しいんだ。みたいですね。おお。なんでちょっとその辺も、なんか楽しみにしながら。うん。
さあ、必見でございます。5月の5月の8日。8日から。はい、水曜日から、5月12日、日曜日まで、ね。ぜひ、ぜひ。まあ、時間帯は割とその、あの、社会人とかの方でも、ね、この、来れるように、あの、遅めの時間帯にはなってますね。土曜日だけ、あの、2ステージあって。でも、そんなの口で言われてもわかんないけども、テコールのホームページを見たらわかるんでしょ？もちろんですよ。誰がホームページ触ってると思ってるんですか。伊藤大輔ありがとうございます。私と石井ですけど、はい、もちろん、ね、テコール .net、はい、テコールのホームページ見ていただいて、ステージ情報に一覧に載ってますんで。ぜひぜひ、もしかして、その、まさかホームページから予約とか、は、ごめんなさい。まだ、現段階ではできないんですけど、まだできないんですけど、今後できるようにしますので。もちろん。じゃあ、チェックをですね、はい、してほしいなと。はい。ツイッターとだったり、あと、トライアングルさんの、はい、ホームページでも、随時チェックできますので。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、すごいね。じゃあ、5月は結構、2人、今、忙しいんだね。まあ、そうなるね。5月に向けてだから、もうそろそろ本当に稽古が開始して、そうそうそう。3月、4月と、煮詰めたものを、詰めていって、ダーンと。こっちは本当にゴールデンウィークの、翌週の、次かな。おお。次の次か。そうですね、はい。いいね。5月はもう伊藤と斉藤優でこの予定は決まりだね。おっと、兄さん入れてあげて。兄さんは入れてあげて。おっと、すごいね。テコール客演固まりすぎじゃね。もうね、それこそ年末にやった固まりをちゃんと。そうだね。引き継いでたね。そういう固まりです。みんなが一見バラバラで客演してるように見えても、時期を見てごらんと。もうみんな固まってるぞ。テコール月間に近いぞと。何を引っ張っているの。もう強引だね。まあでもこういうのはね、うん、なんかこう、なんだろう、重なってくるものなのかもしれないですね。また、多分、まあ、近々に、神岡だったり、山田さんだったりとかの、情報も入ると思うんですけども、はいはいはい、もしかして、4、5、6と、結構、いろんなところでテコールのメンバーに会えるんじゃないかという。ああ、でもそうですね。ね。よく考えると。もしね、聞いてる皆様、ね、はいはい、よろしければ、テコールの、外でのお仕事の姿をね。あ、うん、これは見てほしいですね。ね。普段、やっぱり、テコールの色に、まあ出して染まってる我々を、そうですね、違うところで見てみてほしい、もう外では濡れた犬の匂いとか叫ばないし、叫ばないね、あ、やらないだろうね、花見がぶっ飛んだとかもやんないしね。そうね。もうそれこそ本当に他団体でのね、その、メンバーっていう全く色が違うじゃない、顔が違うよね、やっぱりね、そう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 、それは本当に楽しみでね、ちょっとね、コツコツシューとかも来ないわけだし、ですね、秋の週とかは全然来ないですよ。もう玉とかないですもん、ね、ないです。すごいね、このうちの団体がまあ今年に関してはさ、ちょっとまあ、はいはい、企みもありので、まあちょいちょいとしかこう団体としての活動少なめになってるじゃない。テコールとしてはね。うん、でもその中でいろんなね、劇団員の顔が見れる場所を、うん、おのおのが作るっていうのは素晴らしいことじゃないか。そうですね。ああいいことですよ。うん。はい。というわけで、はい、じゃあ、そろそろでも、あれですかね。一件ですね。はいはい、はい、メッセージが届いてるんですよ。あ、メッセージ、はい、メッセージっていうのは、その、なんか、文字媒体で。あ、ですね。文字媒体っていうよりかは。あ、電話ですかっていうよりかは、もう、聞いてもらった方が早いかもしれない。あ、なるほどね。うん。はいはいはい。じゃあ、ちょっと、この方から、メッセージです。どうぞ。はい、芝居企画テコール劇団員の松浦です。先日の2月19日から2月24日まで阿佐ヶ谷シアター社員で南塾オールナイト一本無事に終演いたしました。見に来てくださった方、応援してくださった方、本当にありがとうございました。すごい温かい皆さんの反応のおかげで私たちすごいこの世界を生きることができました。もう最高の時間、最高の100分を過ごすことができました。本当にありがとうございました。また今後とも、何かしらでよろしくお願いいたします。
はい、というわけで、はい、先月の2月に公演を終えた松浦が皆様にどうしてもお礼を言いたいと、ぶっ込んできましたので、これは直接ここに来て言った方がいいですか？そう、松浦さんね、忙しいんですか？忙しい方ですからね。最後の方にさ、はいはいはい、踏切の音聞こえてたでしょ？聞こえました、聞こえてました。あの電車に乗ってどっか行っちゃった。ちょっと待って、手ごろ座員だよね。帰ってこい。ね、いつかまた帰ってきた時には出ていただこうかなと思いますけど、8月によろず劇場の ね、あれ決まってますから、それまでに帰ってくるんじゃないかと思いますので、ぜひぜひ、はい、でも、まあ、まあ、の松浦も見に行ってくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございました。引き続き、まあ、テコールよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけで、はいはい、もうこの辺でお時間になろうか。お時間になろうか。もういいんですか？喋ることはもうないですか？もう、じゃあもう喋りたくなったら来週分に行きましょうか。来週分このまま。このまま行っちゃいますかつって、一回締めましょう。はい。それいいっす。はい。では、この時間のお相手は、芝居確定コール、AKR と、斉藤優斗、伊藤大輔でした。バイバーイ。ちょっとストップ。ですね、芝居企画テコールがついに野外ライブを行います。場所は代々木公園を予定しております。24日と31日、午後、1時から4時ぐらいまでかな、やる予定ですので、詳しくは、芝居企画テコールのツイッターなどで SNS 見ていただければ幸いです。それでは、シャープテコロで検索お願いします。テコはカタカナ、ロは道路のロ。